はい、えー、ホワイトベース二宮でございますはい <laughs> うほあのー、すいません表題にもあるんですけどもなんとですねこの度私の本が出ますはいえーとまだあのタイトルは仮なんですけども、えー、ホワイトベースのバイクを楽しむ本ということでバイクの本です バイクの本ですよ。犬の本じゃないですよ。バイクの本なんですけども、えっとですね、こちらがですね、えー、発売予定がですねアマゾン .com の方では、えー、と今、1月4日ということになっているんですが、あのー、ちょっと伸びました。えー、バイクのですねオンシーズンに合わせようということで、ですね3月になってますななってます。すみません、えー。ちょっと2ヶ月ほど遅れます。えー、というのは、ですねちょっと他にも理由があってですね、 あのー、動画を連動させた本に仕上げたいんですね。 でそうなると動画もたくさん撮らなきゃいけないということで、えーまあ、動画を撮影すると同時にです、ねえー、本に使う写真ですねこうしたものも撮影しなくちゃいけないので、えー、少しその制作期間が必要もうちょっと必要だということで,です、ね、リスケジュールになりました、はいえーとですね、内容はどんな内容か、えー、実はです、ね、今日またいろいろ内容についてさら、えー、にこう打ち合わせをです、ね、しているんですけどもいろいろすで、ね、にもう決まっている固まっているところもあります。 であの他にもですねあのこういうことを盛り込みたい,いや、ここはカットしたいっていうのがです、ね、いろいろ出てくるんです、もうね、あの原稿も,もうすでにこうあるんですけども、ねはい、でその中で、えー、また今日ですねちょっと打ち合わせをしてきた、来ていただいてです、ね、したんですけども、はい、でのどんな内容かっていうとあの基本的にですねオートバイにすでに乗ってる人バイクに詳しい人っていうのは全くターゲットにしてませんはいすいません。 あの僕の出す本はです、ね、バイクっていうものをちょっと興味が湧いたかなどう,どうすればいいのかなどうやりゃ乗れるのかなぐらいの方からですねバイク乗り始めたけどもよくわかんないよと。 えー、自分の楽しみ方はこうやって合ってんの、話し合わねえよみたいな人もいると思うんですね。で、そうした人たちに向けての本と、でまあ、それぞれ一般向けの内容で、それとプラスしてですね、私のことを応援してくださってるファンの皆様も楽しめるようにですね、いろんなコラムがを入れさせていただいております、はいで。内容についてはもっと増やしていく予定なんですが、ちょっとね、全部の内容は言えない。 ですけどもまああ,のあんまりその、ね、ネット上では語ってないような部分っていうのもいろいろちょっと語っていこうかなというふうに考えております。はい、本,本ですすよよ本びっくりしますよねで何がびっくりかってあの、まあ、こ,のこういう本が出ますよっていうのがですね発表になったのが あ11月の14日ぐらいなんですよ、実を言うと。でもうその時には予約受付を開始してるんですけども、何,が、ま、何を間違ったんですかねあの、一瞬、本当、本当一瞬ですよ、えっ、ーえー、とね、先週うかな、日曜日、えっ、ー、とだから、あ29日、えー、11月の28日と29日のたったの2日間だけだったんですけども、なんとアマゾンドットコムでベストセラー1位を。 獲得しちゃったんですよね。車バイクカテゴリーでどうもありがとうございます。で、あのまあ、そそのその2日間だけだったんですけども。あ、あのー、びっくりしましたよね。二宮翔平著っていう方が本がですね。ベストセラー1位ってなってたんですよ。もう何枚もスクショしましたよね。ねえ。 でえーまあ、そ,のその奇跡はまあ2日間しかあ起きなかったんですけどもあの、もしよかったらですね、皆さん、あの興味をお持ちになりましたらあ、買っていただけると嬉しいな。えー、もうすでに、えー、お予約始まっております、えーと。単行本、ソフトカバー単行本ですね、えー、税込みで1944円、アマゾン .com の場合は送料込みの金額となっております。ですよね、これ。うん、多分そうだ。ちょっと,ちょっとチェックしますよ。ダブルチェック。ダブルチェック。 カチカチ。カチカチ。もう一冊買っちゃったらどうしようかな。えーっと、うん、そうですね、えー。配送料は無料になっております。皆さん、いかがですかよろしくお願いします。もうね、本のいいところってのは、出しちまったら最後ですよ。もう過失修正できませんからね。<laughs> 何を言ってんだ、俺はってところですけども。 はいなので、非常にドキドキなんですけども、あのー、やっぱり、あのええいよなことですよ、非常に栄誉なことです、あの一陣社さんからあの発売されますけども、あのーまあ、二宮家、一族老党を含めて、ですね、えー、本を出すに至った人間っていうのは、まあ、当然のことながら僕しかいないわけですよ、ええ、あのそういう意味でいうと、ですね非常に栄誉な話で。 あのまあね、親にもです、ね、私の,この汚い字で書いたサインをです、ね、つけてこうプレゼントしようかなと思っております。であのもしです、ね、お買い上げいただいてです、ね、その本を店頭にお持ちいただければ私もちろん、私の,この,あの普通に会書で書く二宮将平という字でせん、えー、越ながらです、ね、私の名前を書かせていただいてです、ね、もし、えー、皆様はその本を、えー、電車とかで忘れたりな、えー、くしたりとかしたときはです、ね、私のところに届くと。 名前が書いてあるってことは、これは二宮君のものかなっていうような状態にさせていただくというですねサービスをいたしますので、ぜひよろしくお願いします。ちょっとねちょっとだけ内容について触れてみましょうか。そうですね。動画でもやってるような話も結構あるんですけど、えっと、教習の仕方、教習所のクリアの仕方、これは僕もあのずっと力を入れてるところなんで、それもまたやります。はい であとは、うーん、そうですね、何がいいかな、どの内容がいいかな、あウエア、バイクのウエア、どんなのがいいのっていう話があるんですけど、これもね、今日ね、打ち合わせでね、非常に盛り上がったのが、あのー、高校生が、女子高生が、通学でバイク許されてるところがあるんですよ、日本には。日本は広い、そういうところもある。はい 女子高生が制服で原付きに乗って通学していく姿っていうのはいいよね電話です。いいよねっていうのと冬になると下にこうジャージ履いてたりするよね。それもいいよね、まあ、こんな感じの本ですよ。あのー、いいっすか。ちゃんとしたプロテクターをつけてちゃんとした格好をしてちゃんとしたスライディング服を着て乗りましょう。 うん、なんみんな知ってるからもういいんですよ。なメーカーがやってればいいんです。メーカーがし宣伝テレビ CM とかでやってればいいんです。はい、でも好きな格好をして乗りたいじゃないですか。ねはいはい、好きな格好をして乗ってくれと。その中で、えーまあ、最低限危険な部位はこことここ最低限これだけは押さえとこうよというようなところとかあのー、ね。 例えばね、あのフージコちゃんみたいな格好をしてもいいじゃないですか、ね。そういうのをちょっと推奨をしましょうと、いいじゃないかと。あとあのバイクの乗り方の部分とかでもいいんですけども、えー、と例えばですね、えー、自分、何がバイク楽しいのか、じゃあ、自分はでも機械のことが全然わかんないよと。なんから店とかに行ったら、ね、自分よりも若くて息子ぐらいの年のやつに、こんなことも知らないのかと笑われたと。バイクは乗るもんだろうと。 中身に対して知識がないからってそんなにそんなことまで言われてそんなに馬鹿にされなきゃいけないのかっていやそんなことはない乗るのが楽しくていいじゃないかというようなことを書いたりとかあとレインウェアはいレインウェアあれですあの雨がっですね雨がッパどんなカッパがいいのもちろんゴーテックスはいとかあのー、すごくこういい記事のですね、えー、ものがいいに決まってるは決まってるんですけども実際ですよ 実際、カッパ、バイクの中に入れっぱなしにするのに、過酷な環境ですよ。暑かったり、寒かったり。ね、エンジンの熱とか伝わってくるし、そんなとこに何枚もするグアテックス入れといて、さあ使おうって思って開けたときにバリバリになってた、あの、あの悔しさね。でしかも小さい狭いとこにギュギュに押し込んで入れるもんだから、生地も痛むうむ、ん。確かに高いカッパはいいよ。でも、過酷な環境で使うし、普段使いやったらもっとボロボロになるし、たまにしか使わないもんだから、ゴム引でいいよねと。 じゃあどんなサイズみんなね、雨ガッパ試着してね、ぴったりで選んでるやつがいるんですよ、お店に。行くとね、選んで、こう、なんか鏡とか,見て鏡とか見て選んでる人がいる。それは間違いもう見てくれ最悪なぐらいダブダブなものを選ばないと、服の上から着るものですからね、防寒具の上から着るものだから、そうじゃないとあの間に合わねえよというものです。はい。で、えー、まあ、安いものを買って、えー、使い回す。えー、ある程度経ったらまた新しいの買うの方がいいよとかですね。 切り口がちょっと、ちょっとずつ違います。あの、内容とかテーマに関しては、他の本とあんまり変わらないかもしれないんですよ。あの、オリジナリティをあの入れていこうと思ってるんですけどもあの、やっていこうと思うんですけど結局、その、ネタにする対象物が同じだから、やっぱりその、ね、表題的には似たってものになる。これは仕方がない。ただ、それに対してのアプローチとか見方ですね。それはオリジナリティをもう切り出していこうかなと。あの、任意保険についての話も載ります。はい。 ねえー、あとはあ、そうか、指導前点検、えー、車体各部の名称とかですね、えー、ツーリングの仕方、あこれはですね、少、えー、数ツーリング、みんながあのいつも行くのやつじゃなくて、ホワイトベースは開催するの大人数のツーリングを成功させるにはどうしたらいいんだとかですね、そういうノウハウを出していったりとかですね、そういうのをちょっと書いていこうかな。で、えー、できる限り全部動画撮ります、テーマごとに。で、えー、この本を見て、その QR コードを見ればあ、その動画に飛べると。とかですね、逆にその動画自体は、 まあ、オープンにするかクローズにするかちょっと最終決定まだなんですけども、まあ、オープンにして、えー、そこからですね、えーまあ、本の何ページに書いてある通りというような形で動画から動画とこう本を一緒に使ってこう説明できるようなテキストっぽくしていけたらなというふうに思っております、はい、要はその本に詰め込める部分というのは決まりあの、まあ、限りがあるわけですよ字、はい、数制限もページ数制限もあるんでそこで収まりきらないところをあの動画でこうやっていくと えー、いうようなあ体裁を取っていくという新しいアプローチの本でございます。はい、というわけで、えー、仮の、仮タイトルですけども、えー、ホワイトベースのバイクを楽しむ本、はいえー、一人者さんからあはは販売、発売。 出版されます来年ですね来年の春、出版予定です。えー、ぜひです、ねえー、皆さん、1冊1944円、送料込みとなっておりますので、あのたまには、たまには、紙の,の本もあの髪あ、髪の毛じゃないですよ髪の毛の。髪の毛が交代しているからじゃないですよ。紙の本もですね、えー、お買い上げ、読んでみるのもいいんじゃないでしょうか。はいというわけで、えー、どうぞよろしくお願いします。このお知らせ、二宮翔平の本が出るぞということでございました。どうもありがとうございます。